そういう好きじゃやっぱりたまれねえ、それとね、これこの上腕が倒れるって前に、これはあのほら、まあその場でやるときは動きながらこの上腕が倒れるっていうのは、はい、この方がボス、この踏み方が倒れないってなっちゃう。はい。だからね、しっかり、ね、前に踏み込んで。3点と5分か、ま、前の膝を突き飛ばす、跳ね飛ばさなきゃ、やっぱりちっちゃいな、まだ遠慮してるから、だからこの後ろ足の悪いってこと、前足を前足で使ってないから、前足が動いてないから、これ動けば後ろ足も自然にフォローするんじゃないかと思うんで、この屈伸運動だよな、はい、これが全般的に残る感じね、はい、だからやはりこれこうこうそ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 れでこうやってつけば、これがグッと気持ちはこの丹田が前膝の前にこうガーッと出るような感じになるといいんだろうね。それはまあ試験だから、他の人の意見はまた別にあるんだろうと思う。いや、もちろん矢口先生のご意見をお聞きしてますから、矢口先生の試験で。ちょっと遅れるかな、これ。はい、これちょっと遅れる、こっちは遅れてる、うん、これがこれをちょっと上半身が詰まってシュンっていう感じ。あ、はい、やっぱりこれではもう前がもう決まってしまってる、決まってしまってるとは変化ができない、もうあれ前が決まってしまってる、もう決まってって、もうその前足が変化ができない、変化はできないと、はこっちの手が痛い。硬いんだよ、筋肉。ありがとうございます。座ってるのは、やっぱりは半分だね、やっぱり。はい、年がね。45歳。あの反撃が。反撃が。全般にもう体、特に、これはもうすげえや。トニーさん本当にこう、稽古で寝られてるから、本当に。すごい筋肉があるかしてるよ。ちょっと遅れる感じ、はい、これがあのスッと同時に、はい、この助けてやると、これとこう自分でこれを少し反呼吸を上半身より早くっていう意識を持てば、はい、これを動いていこうと思う。でこっちのこの、これはここまで思い切ってガッと入ってる。はい。でこれはもう、このぐらいしか動いてない。ああ、こっちは足りない。うん、だから、これはこっちの左の、これ、力もあるんだけど、やっぱりこっちの押しだけのこれを使えないのが入ってこう、だって、入ってこないよね。で、筋肉が、あれしてるな。
もっとこっち。もう肩くらい、もう全然もう動いてない。膝。これ思いっきり、ガッと入ってる。だから、じゃあ意識してみてください。はい。ここで、はい、つく気持ちになれば。もっと彼の場合は大きい前の中自由に動ける体質だと思うんだけどね。だけどもう決まってこの中での精一杯だから。だからそれを今度もっと大きくしてあげたいなという気持ちは起きるわね。でこれを一つを見るとこうピシッと決まってんだけどね、手は決まってんだけど体の一番中心点が、ローテーションと引き手の前がつながれば これをもっと前に前に二寸は簡単に出ることだ。だけど一寸出ると出ないとじゃ違うからな。はい。だからね、本当にあのね、ケチつけるじゃないですか。だってこういう感じでよくやるけどね。はい。下半身まあまあこのこれがこれこの襟が少しねこういう感じ。はい。これでこうあるんじゃないですか。これで突きが出てるっていう感じになる、はい、だから意識してて、ここで打つ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 、はい、だいたいそれを意識すればただ癖だから、はい、だからあの癖はやっぱり自分で意識を入れて、あんたの子は回ってないんだよと意識すれば、はい、あの十分すぐ治ってくる、はい、先生のこれいいですね。あのこうポンポンって触られるのいいですね、うん、なんか触れるだけでこういろんな意識が、うん、体が反応しますよね。そうですね、頭でポンポンってすごく、うんうん、手がないと思えばいい、はい、今出方は良かったよ。あ、今ですか。一瞬出てるから、だからこうドンっていうつく、ここでそのままつくか受けるかする気持ちになる。うん、どういう悪くないよ。それでもまだ中野君の場合は体がもっと回るはず、もっと膝が折れるはず。使い切れてないってこと。使い切れ。じゃあそれであともうちょっと足半分、この足半分前に出して、そうそう、だからもっとこんなに、まだ繋がってないってことは、まだ伸びる可能性はあるってことだよ。これで終わりだって言うんじゃないんだ。繋がってないんだから、繋がればもっともっと距離も出るし、もっとスピードも出るし。2cm のものだけどね、はい、
遠慮してんだろうと思うよ。遠慮ですか。なぜ遠慮するんでしょうか。え、なぜ遠慮なんかするんでしょうか。彼の人間性で謙虚ですよ。ほう。